若い頃から培われた高い歌唱力で、枠にとらわれない楽曲を歌い続ける演歌歌手、真野美香さん。2023年にはデビュー40周年を迎え、現在も精力的に音楽活動を続けています。小学生の頃より才能の片鱗を見せつけていた美香さんですが、 歌手デビューまでの道のりは辛く険しいものがありました。また、韓国籍という噂もあり気になりますね。現在はどんな暮らしをしているのでしょうか。今回は、真野美香さんの経歴や私生活などについて詳しく紹介します。真野美香さんは、 1965年8月30日、大阪府に生まれました。物心ついた頃から歌が得意で、小学5年生の頃に、テレビ東京東西ちびっこ歌真似大賞に出場。宮古春美さんの、あんこ椿は恋の花を歌い、見事大賞に輝きました。 早くもあちこちの音楽プロダクションからスカウトを受けていたミカさんですが、当時一番好きだった歌手、岩崎宏美さんがいた芸営プロダクションに入ることになります。ミカさんの家庭は父親が莫大な借金を抱えていて、毎日のように取り立て屋が現れ、その度に母親は涙を流し、 ミカさんは幼いなりに自分の置かれた状況を分かっていたのだと言います。そんな折に彼女が挑んだのが歌真似大賞でした。ミカさん本人は芸能界や歌手に対する憧れなどは持っていませんでした。しかし、私が稼げたら家族を楽にさせてあげられると考え、 芸営プロダクション入りを決めたのです。それからは必死にボイストレーニングに打ち込み、高校卒業のタイミングで歌手デビューを果たします。しかし、両親は離婚。歌手活動で稼いだお金で、母と二人の妹を養いました。初めて手にした給料は7万円で、 それはもう嬉しくてたまらなかったそうです。稼いだお金は家族のために使い、妹たちの進学や結婚を考え貯金もしていました。ひたすら家族の生活を支えるために歌う毎日を過ごしたのです。ミカさんが改めて、私は歌が大好きなんだと感じさせられたのは、 作詞家、荒木豊久さんとの結婚を機に、芸能界から遠ざかった時でした。実際に結婚後、ほとんど歌詞活動をしていなかった時期がありましたが、一年が経つ頃には、やっぱり歌いたい。私は歌が好き。という強い気持ちが芽生えたのだと言います。私自身のために、と、 新規一点、表舞台に戻ったミカさん。2024年春には、朝ドラで話題になった、笠木静子さんの楽曲をカバーしたアルバムを発売し、注目を集めています。ここからは、真野ミカさんの近年の活動を見ていきましょう。現在は、どうやら東京都内の自宅で、 裕福な暮らしをしているようです。家の中に岩盤浴のスペースを設置したそうで、その理由は健康のため。使わない日はペットの犬や猫が暖を求めて岩盤浴スペースに集まってくるそうです。このほか自宅内にはグランドピアノがあり、コロナ禍で外に出られない時期には、 おうちで音楽会と称した演奏会を行い、YouTube 配信をしていました。ピアノ部屋は防音設備も充実しており、かなりの費用がかけられているのが伝わります。都内の高級住宅地に住んでいる点を考えても、ミカさんのおうちは豪邸である可能性が高いのではないでしょうか。 それにしても、岩盤浴を自宅内に作るほど健康にこだわる真の美香さん。過去の病歴が気になります。というのも、美香さんの病歴をネット上で調べると、両足切断というワードが出てくるのです。テレビなどを見ても足にトラブルを抱えているように感じられませんが、実は、 2018年頃、ミカさんはある病気のため手術を受けました。リスフラン関節症というものです。足の5本指の骨と足の甲の骨。その間にある関節をリスフラン関節と呼びます。リスフラン関節に強い力がかかることで骨が曲がってしまい、 痛みが生じるのがリスフラン関節症です。ミカさんは足の甲に何箇所も隙間ができてしまい、激痛を伴っていたようです。しかも手術前の検査で右足の脱臼や外反母趾なども見られたため、手術はかなり大がかりなものになりました。とはいえ、施されたのは 両足切断ではなく、骨の空洞を埋めるのに自分の骨を使う移植手術です。現在は問題なく歩き回れていますので、両足切断は出間だと言い切れるでしょう。美香さんの最近の夫婦生活についても調べてみました。2023年に再婚しており、作詞家、 荒木豊久さんとは2015年に離婚したことが分かっています。美香さんが22歳年上の荒木さんと結婚したのは1999年のこと。仲のいい年の差夫婦として話題になりました。そんなお二人に不穏な空気が流れるようになったのは2010年頃からです。 一部マスコミの報道によれば、当時お二人は別居状態にあったようです。しかし、ミカさんたちは、別居は事実だが、別に不仲というわけではない、と答え、今の自分たちにふさわしいスタイルだ、と断言。お互いのコンサートの際には、別居をあえて話題に出し、観客を笑わせたりするなど、 離れてもいい夫婦関係と多くのファンや関係者は考えていたようです。残念ながら、不仲報道から約5年を経た2015年、離婚という結果になりました。表向きは価値観の不一致を理由にしていますが、実際は荒木さんがいろいろな女性に手を出していたらしく、 ミカさんは、つもりに積もった怒りが爆発したようです。ミカさんと荒木さんの間にお子さんはいませんが、荒木さんには前妻との間に生まれたお子さんが二人います。そのため、荒木さんが前妻との離婚後、お子さんを連れてミカさんと再婚。四人で生活しました。 荒木さんの連れ子の長男は、荒木直也さんという方で、1982年から約1年間、ドラマ、熱血暴れ発着の三代目暴れ発着こと、桜間長太郎役を演じました。なお、美香さんが2023年に再婚した相手は、会社社長というところまでわかっています。 相手男性は一般人につき、これ以上の詳細は不明です。精力的に活動を続ける真の美香さんですが、なぜかネット上では韓国籍という噂が流れているようです。ですが、美香さんは劣気とした日本人です。おそらく1999年に韓国で 初の日本人シンガーとして歌手デビューするという偉業を達成したため、情報が混同したのでしょう。以前より、チョウヨンピルさんやケイウンスクさんが日本の芸能界で活躍している姿に感銘を受けていたミカさん。テレビ番組のロケをきっかけに、韓国に強い関心を持ち、 独学で韓国語を学び、いずれ韓国でも歌いたいという思いを秘めていました。しかし当時、韓国では日本人を芸能界に加えるという考えは全くと言っていいほどなく、風当たりは強かったと言います。それでも美香さんは語学力を鍛え、持ち前のコミュニケーション力で自身の 15周年記念アルバムに韓国人作曲家の楽曲を収録。それを韓国でもリリースし、韓国初の日本人シンガーとして異例のデビューを果たしたのでした。2021年には韓国の芸能事務所からの依頼を受け、キム・ホジュンさんが歌う満開をカバーし、 ひときわ特別な楽曲になったと振り返っています。コロナ禍も明け、今後はまた日本と韓国を行ったり来たりする生活に戻るかもしれません。真野美香さんのグローバルな活躍ぶりに注目していきたいですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。